こんにちは、ザ・コーヒーショップの神保です。佐藤です。今日は誰でも簡単に美味しいコーヒーが入れられるクレバーコーヒードリッパーの入れ方をご紹介します。この動画では抽出をリアルタイムでご紹介するので、タイマー代わりに使っていただけます。用意するものはお湯、コーヒー豆、スケール、サーバー、マグカップ、クレバードリッパー、ペーパーフィルター、攪拌用のスプーンです。ペーパーフィルターは台形のものを用意。今回はカリタ台形コーヒーフィルター102を使用します。抽出に使うお湯は96度のものを 180g 使用します。コーヒー豆は 10g、 挽き目は中挽きにします。サーバーはなければマグカップに直接抽出しても構いません。抽出を始める前にマグカップに湯通しをして予熱しておきましょう。それでは抽出を始めます。まずサーバーにクレバードリッパーを乗せ、そこにリブの部分を覆ったペーパーフィルターをセット。上からお湯を注ぎ湯通しを行います。次にドリッパーをサーバーから外し、スケールの上にセット。中挽きのコーヒー 10g を量り入れます。タイマーをスタートすると同時に96度のお湯をゆっくりと 180g 注ぎます。注ぎ終えたら付属の蓋を乗せ、そのまま1分30秒まで待ちます。分量のお湯をいっぺんに注いでしまうんですね。蒸らしは主にハンドドリップなどの抽出の際に、通り過ぎるお湯がしっかりと成分を引き出せるように行う工程です。クレバーでの抽出は4分ほど時間をかけてゆっくりと成分を取り出す浸し式という抽出方法のため、特に蒸らしの工程は必要ありません。今回のクレバードリッパーはどんな特徴のドリッパーなんですか？クレバードリッパーはフレンチプレスとペーパードリップの両方の特徴を持った抽出器具です。ドリッパー底面には弁がついていて、テーブルに置いた時には弁が閉まってコーヒーをホールドし、サーバーやマグカップに置いた時に弁が開いてコーヒーが落ちてくるというギミックになっています。基本的にはコーヒー豆とお湯を量り入れ、時間になるまで待つだけなので、誰でも簡単に美味しいコーヒーを抽出できる抽出器具ですね。1分30秒が経ったら、スプーンを使って8回攪拌を加えます。攪拌が終わったら、また蓋を乗せ、そのままタイマーが3分30秒になるまで待ちます。抽出中のお湯をかき混ぜるんですね。かき混ぜ方で仕上がりがだいぶ変わってきそうな気がします。そうですね、安定した抽出ができるクレバードリッパーですが、この攪拌だけは仕上がりの変化に大きくつながる工程です。基本の攪拌は8回で、浅入りのコーヒーを入れる時や味が薄く感じる時には回数を増やし、逆に深入りのコーヒーを入れる時や味が濃く感じる時には回数を減らしてみましょう。なるほど、攪拌のコントロールで味の変化も楽しめるのはフレンチプレスと違う点なんですね。基本的な抽出の原理はフレンチプレスと同じでシンプルですが、他にもペーパーフィルターでこすために微粉が入らないのも大きな特徴と言えますね。抽出中蓋をするのにも意味があるんですか？注ぎ始めてから約4分間時間をかけて抽出するので、その間に油温が下がってしまうのを防ぐためです。特に寒い冬場には蓋をするかしないかで出来上がりの温度が大きく変わってきてしまうので注意しましょう。
さて、タイマーが3分30秒になったら、ゆっくりとドリッパーを持ち上げ、サーバーに載せます。すると、ドリッパー底面の弁が開き、液体がサーバーへと落ちていきます。だいたい4分から4分30秒くらいで落ちきるといいですね。ドリッパーを外したらサーバーを軽くかき混ぜ、温めたマグカップに注げば完成です。出来上がり量はだいたい 150ml くらいになります。簡単シンプルなレシピで誰でも失敗なく美味しいコーヒーが入れられるクレバーコーヒードリッパー、皆さんもぜひお試しください。お相手はザ・コーヒーショップのジンボと佐藤でした。